ルートビヒビルヘルム・フォン・バーデン・バーデンは、神聖ローマ帝国の両方君主で、オーストリアの軍人、バーデン・バーデン編教博。トルコ人の服装をしたルートビヒビルヘルム・バーデン家の、バーデン・バーデン編教博、ビルヘルムの長男フェルディナント・マクシメリアンと、ヒルイーザ・クリスティーナの一人息子として、パリで生まれた。バーデン・バーデン編教博家は、チェイリンゲン家のカトリックを信仰する冒険である。 母方の重帝に同じくオーストリア軍人であったプリンツオイゲンがいる。1669年、父が祖父に先立って死んだため、1677年の祖父の没後にバーデン・バーデン辺境白衣を継承した。ルートビヒ・ビルヘルムはトルコ人、ルートビヒ、帝国の盾と呼ばれた。赤い上着が野戦でもよく目立つため、トルコ人に赤と呼ばれていたからである。 いとこのプリンツオイゲン同様、オスマン帝国の侵入に対するヨーロッパ側の防衛者であった。オイゲンと共に1683年の第2次ウィーン包囲で解放軍に加わり、ロレーヌ公シャルル5世に従い大トルコ戦争に参加、1686年にブダオ、陥落、1688年にシャルル5世とバイエルン戦抵抗。 マクシミリアン2世が大同盟戦争でフランスに対抗するためライン側に送られると新生ローマ皇帝軍の司令官となった。翌1689年にはハンガリーにおいて中流軍の最高司令官となり、1691年のスランカ面の戦いでオスマン帝国軍の進行時に勝利を挙げ、大最小プリュリムスタハパシャを討ち取った。 同年に大同盟戦争のライン戦線に送られた。スペイン継承戦争でも軍を指揮し、ライン側右岸の司令官に任命され、ストラスブールからシュトル方編に及ぶ防衛線を築いてフランス軍に備えた。1702年9月にランダウを占領したが、10月14日のフリートリンゲンの戦いでビラールコを率いるフランス軍に打ち破られた。翌1703年に、 シュトルホーフェンで、タラール博の軍に気を取られている暇に、ビラールの軍が南に大きく迂回、ライン川を渡り、ストラスブール対岸のケールを奪われた。さらにビラールはケールから投進して、マクシミリアン二世のバイエルン軍と合流、帝国の危機を招いた。1704年、イングランド軍総司令官のマールバラコジョン・チャーチルがオランダからドイツへ長距離行軍を果たすと、オイゲンと共に合流。 ライン川はオイゲンに任せて、マールバラコーと共にドナウガー流域に進み、セレンベルクの戦いでドナウベルト及び北のセレンベルクを落とした。インゴルシュタットに向かったためブレンハイムの戦いには参加できなかったが、インゴルシュタットを落とし、フランス軍に奪われたランダウを包囲、再征服した。1705年にアグノーを奪取して、ビラールと退陣。 引き続きライン側の守備に努めたが、2年後の1707年、51歳で、ラシュタットにて死去した。息子、ルートビヒゲオルクが、バーデン・バーデン辺境白衣を継承したが幼いため、妻フランチスカ・ジビル・ラ・ウグスタが摂生として、貢献した。未亡人となったジビル・ラは夫を記念して、夏の城シューロス・ファウリテを建設した。ライン側防衛は、 バイロイト編強迫クリスティアン・エルンストが引き継いだが、ビラールに破られ一時ビュルテンベルクも制圧されたため、ヒメン・ハノーファー戦ン公・ゲオルクルートビヒが、公認のライン側司令官となった。1690年、新生ローマ皇帝レオポルト一世は、ルートビヒビルヘルムとザクセン・ラウエンブルク公、ユリウス・フランツの娘で20歳年下の女子、相続人。 フランィスカ・ジビュラ・アウグスタを結婚させた。二人の間には旧子が生まれた。ありがとうございます。